サッカーパダーニャ代表は、イタリア北部及び、中部の4州にまたがるポー川流域の平野にある、ポー平原のサッカーのナショナルチームである。パダーニャ代表は、フィファ及び、UEFA に加盟していないため、ワールドカップ、UEFA 欧州選手権に参加できない。2008年6月に、NF ボードの正会員になり、同年7月のビバワールドカップより、 国際大会に参加した。そして、初出場ながら同大会で、初優勝。以後、2009年、2010年の大会にも参加し3、連覇の偉業を成し遂げた。テクニックに長け、戦術が浸透した組織だったプレーで、プロリーグのチームに遜色ないレベルと言われている。2013年に発足した、コンネファにも加盟している。2014年に開催された。 今ファワールドフットボールカップでは、ビバワールドカップ3連覇の件もあり、優勝候補筆頭に挙げられていた。しかし、それゆえおごったようになり、チーム状態がバラバラになって成績はかんばしくなかった。グループリーグで、ダルフールに20-0、南オセチアに3-1と連勝し、首位で通過。しかし、決勝トーナメント初戦でカウンテアデニッサに1から2で、敗れ、 優勝の望みが立たれた。順位決定戦に回り1回戦ではアブハジアに3の3、順位決定戦2回戦で、クルディスタンに1の1と2試合連続で新勝し、5位で大会を終えた。ありがとうございます。